人間の手の動きっていうのを再現していく技術ですから、まあ、言うなれば人間の頭脳を作っていると考えています。やはりパナソニックはマッサージ機だけではなくてですね、家電の総合メーカーということになっています。まあ、自社製のですね、高性能モーターといったものがまず1点、それから産業用のロボットとか医療ロボットといったところで培ってきたロボットの制御技術、でこういった幅広い技術やノウハウっていうのをマッサージチェアの方に応用展開していくことで、真のもみ技っていうのに迫ることができたと考えています。ロボットの基本であります3要素というのがありまして、感知、それから判断、そして動作といったところがまずあります。で特にですね、感知に関わるところですね、人の状況っていうのを判断感知できなければ、人それぞれに合わせてマッサージするといったところが難しくなってくるなと思っております。マッサージ師さんの力加減といったところに着目して、体にかかる力を見ながらマッサージの動きの方にフィードバックをしていくと、人間のマッサージ師さんの感覚を持った、感性を持った制御技術 だと考えています。一日何時間もですね、ずっと、マッサージにチェアに座りながらですね、自分の背中で確かめながら動きっていうのを作ってますので、また一歩ですね、人に近づく進化をしたと考えています。Panasonic